はいはい、どちら様ですか？郵便です。あー、はい、ありがとうございます。どこからかな。これは、うおー、やったー。おいどー、ビクトリア。一体どうしたのよ、そんな大騒ぎして。当たったんだよ、大当たりだ。俺の少ない小遣いでお菓子をせっせと買って応募した甲斐があったよ。パパ、何のことだじゃん。オリバー・ヤコベ、お前の部屋をオールピカチュウにしてやることができるんだよ。もしかして最近やたらとポケモンのお菓子を買ってると思ったら、そういうことだったの？その通り。お菓子のバーコードを集めて応募する懸賞があるんだけど、その特賞がピカチュウルームで、それが当たったんだ。オリちゃん、よかったね。パパ、ありがとうだぞ。僕、ピカチュウ可愛いから大好きだぞ。嬉しいぞ。よしよし、可愛いオリバーのためならパパは虫歯になったって太ったって構わないぞ。え、虫歯？太った？そういえばなんだか最近お腹が出てるわって思ってたのよね。だって応募するにはたくさんのお菓子を食べなきゃいけないだろ。そんな大量のお菓子をオリバーに食べさせるわけにもいかないから、俺が。まあまあ、そんなことはどうでもいいから、配達は今週の日曜だな。楽しみにしとけよ、オリバー。すっごく楽しみだぞ。ってことで今度うちにピカチュウルームが届くんですよ。それは嬉しいことですけど、奥の方に虫歯がすごくできていますよ。オリバーが喜ぶためならどうってことないです。息子思いなのはいいことですけど、こんなに虫歯を作ったらよくないですよ。今ピカチュウルームって言いました？オリバーくんちにいいこと聞きました。ってことで、お菓子の食べ過ぎの結果太りすぎちゃって、急遽ここのジムに入会したってわけですよ。そしたらまさかのまさか、チェルシーちゃんパパがいたなんてな。かわいい我が子のためなら何でもしたい気持ちわかるよ。ピカチュウルームが当たるなんて運がいいよ。日頃の行いってやつですかね。オリバーちにピカチュウルーム、早く来ないかな、遅いな。オリバーがずーっと首を長くして待ってるっていうのに。楽しみは長く続く方がいいぞ。そうよ、イライラしてるのはパパだけよ。少し落ち着いてちょうだい。おお、来たぞ。オリバー待ってろ、パパが出るからな。待ってました。って、あ、俺いないぞ。こんにちは、パパ。あー、君たちは、チェルシーちゃんの妹に、ケイちゃんの妹に、これはどういうことだ？昨日ママの歯医者さんでピカチュウルームの話を聞いたんです。それって一体どうなんだろうって気になってきたか。ブー！僕たちもポケモン大好きなんですよ。そんな部屋ができるのが羨ましくて。まあ、つまり見学に来たってわけ、バブー。そうかそうか、リナタンは本当に見たかったのかな。まあそういうことなら、みんなオリバーの新しい部屋を見ていってくれ。って言っても肝心の部屋がまだ来てないんだけどな。お、こんにちは、ピカチュウルームの配達です。この度はたくさんの応募の中から当選おめでとうございます。セトシ君が直々に来てくれたんだブね。ワクワクするんだ。それじゃあ早速中へお願いします。ここがビクトリアと俺の寝室なんだけど、この広いスペースを無駄に使っててな。ここにオリバーの部屋ができたらいいなって思ったんだ。それではこちらに土台の床と壁を置いていきますね。まだオリバー君は小さいので、部屋の大きさはこのぐらいで十分だと思います。僕にとったら十分広いぞ。この壁でこだわったのは、ピカピカ光る星の壁と、こっちにあるモンスターボールの窓。すごくオシャレじゃない？かっこいいです。それじゃあ次々家具や小物を出していくぜ。まずは可愛いピカチュウのスタンドミラー。オリバーくんの大きさなら全身が映るんじゃないかな。あたちも見たいバブ。これに映るあたちも激かっ
うん。そして可愛いピカチュウのバッグにこれをかけるハンガースタンド。あのバッグとっても可愛いわね。オリちゃん、明日から保育園はあのバッグで行きましょう。うん、そうするぞ。ピチュウのゴミ箱も置いておくね。次は次は何でしょうか。よし、次は何と言ってもこのモンスターボールの机。こんな机はどこにも売ってないからこのピカチュウルーム特製だよ。かっこいいぞ。そして机の上にはライトスタンドを置くよ。このモンスターボールのライトがポイントさ。あとスケッチブックとペンと消しゴム、かわいいペン立てもあるから使わないときは中に入れてて。どれもかわいいでちゅね。この絵はすごく上手でちゅけれど誰が描いたんでちょうか。俺だよ。今度ピカチュウお絵かき対決をしまちょう。出た。マヤちゃんは自分より上手な人がいるとすぐ対決したがるんだよね。おう、それはいいけど今は次々行くぜ。次はこの台をセットしてその上にテレビを置くよ。ここにもピカチュウが乗ってて可愛いだろ。テレビよりピカチュウに目が行ってしまうた。ブー。オリバーくん、このリモコンで好きなチャンネルに変えてみて。それはもちろんポケモンに決まってるじゃん。変わったぞ変わったぞ。いいね、これでいつでもポケモンの番組が見られるぜ。そして下の台は棚にもなってるから、この本や図鑑、オリバーくんの好きな本を何冊だって入れられるぜ。すごいな、本当に何もかもピカチュウだな。まだまだありますからね。ちょっと待って、少し休憩したらどうかしら。今日ピカチュウルームが来るって言うから、それに合わせて私ピカチュウの料理をいろいろ作ってみたの。オリちゃんのお友達もたくさん来てくれたし、みんなで一緒に食べましょう。それじゃあぜひ。うわーいうわーい、どんなご飯バブかな。はい、まずはこれ、ピカチュウオムライスよ。出たぞ、ママのとびっきり美味しいオムライス。そして次は焼きたてのピカチュウマルゲリータ、ピカチュウの形のクロワッサンにモンスターボールのアップルパイよ。オリちゃんのママすごいですね。どれも可愛くて美味しそうです。デザートにはポップコーンとピカチュウビスケットもあるわ。ソーダにトマトジュースにレモンジュースもあるから、みんな好きなものを飲んでね。すごすぎるバブ。私たちが来たからよかったけど、来てなかったら3人で食べきれなかったんじゃないバブ君。それじゃあ俺からも用意してたものを、このトースターにパンを入れて焼けたらゲンガーのパンの出来上がりだ。美味しい紅茶が入ったポットも用意してるから好きに飲んでくれ。どれも可愛すぎて食べるのがもったいないです。そう言わずにみんなでぜひ食べて。いただきます。このビクトリア先生のオムライス、ひっくり返すとチキンライスがびっしり入ってるバブ。さては先生、料理も上手バブね。そりゃあオリちゃんに美味しいものを食べてもらわないといけないからね。俺の作ったナポリタンスパゲッティも絶品だぞ。お皿に移さずにこのままガシガシ食べるのが俺流だ。わー、パパのナポリタン僕大好きだぞ。オリバー君、料理のできるママとパパで幸せでちゅね。うん、自慢のパパママだぞ。このピカチュウのところはチーズですか。きっと食べたらビヨーンってなるんでしょうね。お家で食べるポップコーン美味しいか。おー、ごちそうさまでした。全部美味しかった。俺も本当お腹いっぱいだ。でもまだオリバーくんの部屋は完成じゃない。まだまだ紹介していくからね。はい、だぞ。この部屋をもっとオシャレにするためには観葉植物を置くといい。これもまたピカチュウの形なんだよ。そしていい匂いのするアロマキャンドル。乾燥する季節は加湿器も忘れずにね。冬は乾燥するから加湿器は欠かせないわね。あと可愛いスリッパも用意したんだけど、オリバー君には少し大きかったかな。もう少し大きくなってぴったりになったら履いてくれ。でも飾っておくだけでも可愛いぞ。カレンダーも用意しておくから後で今の月に変えててくれ。はあ、なんだか私眠くなってきたパプー。お、そういう君にもちょうどいいものがあるよ。これどちらともクッションなんだ。どっちがいい。あー、クッ
ものゲットできたからドロシーちゃんどうぞだしょ。ドロシーだけずるいバブ、あたしもなんかノリノリになれるような何かが欲しいバブ。それならこれなんてどう？モンスターボールのヘッドフォン、曲もいろいろ入ってるよ。いいバブいいバブ、ポケモンの歌がノリノリで流れてくるバブ。僕だけじゃなくてみんなも喜んでくれて嬉しいぞ。それじゃあ最後にオリバー君にあげるのはこの歯磨きセットだ。シャワーズの歯磨き粉はミントですっきりするからおすすめだよ。歯ブラシが可愛いだけで歯磨きの時間が楽しくなりそうだじゃん。僕今とってもワクワクしてるじゃん。おーおー、オリバーよかったよかった。太った上に虫歯まで作りながらせっせと応募した甲斐があったよ。サトシ君、こんな可愛いピカチュウルームを作ってくれてありがとう。いえいえ、でも実はあと一つ用意してるものがあるんです。なんだ？それはこれです。これは絨毯か？はい、家族でダラダラ寝っ転がって過ごす時間って最高に幸せですよね。だからケンタ先生もビクトリア先生もオリバー君も3人の幸せがずっと続きますようにと思ってのプレゼントです。サトシ、お前いいやつだな。俺はピカチュウたちポケモンがみんなに愛してもらえたらそれで嬉しいです。これからも僕はずっとずっとポケモンを愛するぞ。この部屋も本当に可愛いねって思ってくれた子は評価をぜひだぞ。チャンネル登録もよろしくね。そしてここでみんなへお知らせよ。ココナッちゃんはツイッターを始めたから説明欄からフォローして動画の感想やリクエストはそちらに書いてもらえると嬉しいです。